今日は改良を受けたマツダ3のファストバック 20S ツーリングセレクションに試乗しています。ラブカツ TV 川口学です。今回試乗しているモデルは四駆モデル AWD ですね。なので車両重量が 1430kg、まあ、同じグレードの中では一番重いモデルということになります。今回マツダ3変更点なんですけれども、スカイアクティブ X と 1.8 のディーゼル改良されてるんですね。で今乗ってる2リッターのガソリンは改良は受けてないということです。なので今回この車はドライブトレインは変更なしということになります。まあ、スカイアクティブ X についてはもうすでにテストモデルでお届けしてますけれども、まあ、今後行動試乗も届けていきたいと思います。でその他にエンジン以外にマツダ3の変更点、今回足回り手入れたんですね。まずフロントのスプリング、これを特性変更して、さらに前後のダンパー、この減衰を特性変更してます。そしてフロントのバンプストッパー、これも特性変更してます。なのでフロントをこれまでより少し締めてるんですね。前後の減衰のバランスが少し変わったということになります。なのでもう実際にあのスカイアクティブ X の動画の時にはあれエンジンのことについてしか触れられなかったんですけれども、よくよく見てるとハンドリングとかめっちゃ変わってて、端的に新しい方がより向きが変わりやすい特性になってますね。なのでパイロンスラロームとかするとリアが結構出る感じのセットになってたんですね。僕がちょっとカウンターとか当ててるシーンが実は出てるんですけれども、でハンドリングがそこ大きく変わったところかなというところですね。でまあ乗り心地に関してもリアの突き上げ結構言われてきてはいたので、そのあたりも手を入れたというところで、まあ、パッて乗った感じ多少マイルドになったかなっていう感じはしますね。でもやっぱり路面次第かなっていうところですね。実は昨日横浜の R&D から借りて家まで帰ってきたんですけれども、その乗った感じで言うと、まあ路面次第でいい感じがするところもあるし、あんま変わってないなと思うところもあるしっていう感じですね。だ今カンパチ走ってますけれども、ここは正直ちょっとゴツゴツしたところもまだ残っているなっていうところはありますね。でタイヤが東洋のプロクセス入ってるんで、まあ、これまでと同じタイヤなんですけれども、以前にあのお届けしたスカイアクティブ X のスピリット 1.1 の試乗の時に乗った車は全数ブリヂストンついてたんですよね。でそっちの方が印象良かった。まあ乗ってる場所も違うので厳密な比較っていうわけにはいかないんですけれども、なんかそっちの方が印象は当然良かったですよね。これでなんか今乗ってみるとちょっとやっぱゴロゴロしてるなっていうところはありますよね。で車重はこれ四駆なんで 1430kg で一番重い車なんで、乗り心地的には有利に働くはずなんですけれども、このねゴツゴツした感じとかゴロゴロした感じは正直ちょっと直したいなって思いますよね。マツダ3ってエクステリアデザインとインテリアデザインがむちゃくちゃ質高いじゃないですか。ご覧になっていただいて分かるように、もうこのクラスの車としては驚きの質感を持っていて、この車は280万円台で、まあいろいろオプションついてるんで当然もっといきますけれども、でも300万円台の車として考えても異様な質感の高さっていうところは相変わらず評価高いですよね。もうこの車登場して、そうですね、僕が試乗してからもう2年、初めて試乗してから2年経ってますけれども、その2年経っても未だこの品質感を持ってる同クラスの車って出てないので、そこはやっぱりすごいところだぞという評価は高いですよね。なのでもう駐車場に停めてある車見て満足できるし、乗り込んで満足できるしというところで、この辺り非常にいい内容を持ってるなっていうのは今回もお借りしてすぐに感じたところですね。だからね、そのエクステリアとインテリアの質の高さがすごいもういいので、逆に
他の部分とのギャップが気になるよねっていうところが出てきて、なおかつこの車初めて乗った時が2年が経って、周りの車もどんどん新しくなっていき、さまざまな車が登場し、それらに触れてきた僕も感覚もやっぱりどんどんアップデートされていきというような状況で見ると、今回足回り改良を受けていますけれども、実際乗ってみての評価としてはもうちょっと頑張ってほしいなというのが正直なところですね。なんかやっぱりアメリカで最初に乗った時の滑らかさっていうのがあの当時はあったんですけれども、今他にもいろんな車出てきてしまって、やっぱりまあその中に埋没してしまったなっていう感じはあるし、むしろ差を広げられつつあるなっていう感じもするんですよね。で特に昨年はレヴォーグ、スバルの STI スポーツに電性差がついてるモデル入りましたけれども、あれの乗り心地が相当にやっぱり良かったので、これをね知っちゃうとちょっとねなかなかどうかなっていうところはありますよね。もちろんこちらのマサ3は電性ダンパーついてないですから真横で比較はできないですけれども、でもまあもうちょっと頑張ってほしいなっていうのは正直ありますよね。ダンパーがねやっぱりこの低速からの動き出しの細かい振動が入るところ、これをもうちょっとよく動くようにしてあげて、そうするとさらにこう滑らかな感じっていうのは出ると思うんですよね。ここがやっぱりまず必要かなっていうところありますよね。まあ、あと電性ダンパーじゃないので減衰も変えられないっていうのは当然ありますけれども、まあ、この領域で言うとやっぱりトヨタの最近の車のメカサスだと結構いいとこ行ってたりするので、それからするとこの転がりの感じっていうのがもうちょっとうまくいなせればいいのかなっていうのはありますよね。例えばカローラスポーツなんかだともっとダンパーすごい綺麗に動いてたりするんで、そこと比べた時にもうちょっとこう頑張ってほしいなっていうのはやっぱありますよね。例えばカローラについている通常のメカサスとかも KYB さんがすごい頑張って特殊なオイル開発して、もう本当にダンパーの微入力域とか走り出しのちょっとした低速の領域のこう細かいダンパーの動きをすっごく綺麗に出せるようにしてるんで、そういうのと比べるとやっぱりもう一息なのかなっていう感じはどうしてもしちゃうんですよね。で実際にまあカローラなんかもマサ3が試乗した後にまあ登場して乗ってびっくりした車あったりしますから、どん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 そういう車がね出ていく中で、マサ3ももっともっとアップデートしていくべきかなっていうところはありますよね。あとね単純に乗って感じるのはこれタイヤが多分すごいゴロゴロしてるんだなっていう感じがありますよね。なのでこの東洋のプロクセス以前からこのタイヤ使ってますけれども、これ自体が少し硬めの印象を生んでるところっていうのがありますし、ゴロゴロした感じゴツゴツした感じっていうのを助長している要素になってんなっていう感じしますよね。だからちょっとタイヤを変えてみたくなるようなところというのもあるし、とはいえ、まあ、このプロクセスというタイヤはマサ3が登場した時から専用タイヤとして開発されて、マツダの考えを十分に入れて作ってきたタイヤだけに、まあ、相性いいところもあるんですけれども、今やっぱり乗り心地っていうところで見るとこれはもうちょっと頑張んなきゃいけないし、おそらくそれはダンパーもそうだけどタイヤも頑張んなきゃいけない部分だろうなっていうところに来てますよね。でまあなんでそこがすごい気になるかっていうと、それも一番最初に話したエクステリアとインテリアのレベルの高さですよね。そこになんかこう走りの質が離されてきちゃってるんじゃないかっていうところがやっぱりあるんですよね。だから当時はこの組み合わせで良かったんですけども、周りもやっぱり進化してるんで、そこで少し古びて見えてくるというか、まあ、もちろんエクステリアインテリア見た目はそういう風に見えないんですけれども、走りっていう部分においてはちょっと最初に感じていた質っていうのはもう2年経ってやっぱり周りも変わってきたので、相対的な関係性っていうのは変わってきましたよね。
そこが結構大きいなっていうところはありますよね。それとこの車今止まっててアイドリングストップしてるんですけれども、すんごい静かなので逆にエンジンの音が結構気になるんですよ。これね、で AT なんで、まあ、MT みたいにスパンスパンと音が区切れるわけじゃないんで、ブオーブオーっていう感じの音がつながっちゃってるんですけれども、それが余計にこんな感じでちょっと負荷が強くかかるとそれが大きく出ちゃうっていうところが、これはね結構気になりますね。でこの気になるというのも、室内の静粛性の高さはこの見た目にちゃんと比例してコーディネートされているものだなって感じるんですけど、一方でそういう音っていうのが素晴らしい見た目のクオリティとやっぱり釣り合いが取れてないぞっていうところを感じるわけですよね。こういう部分がまあどんどん出てきている、こうね、なんかもうちょっとうまくコーディネートしてほしいですよね。でやっぱり路面との相性がすごい分かれる印象がでかいですね。端的に今やっぱいい路面走ってるんですけど、こういうとこ走るとすごい気持ちいい感じっていうのが出て、あーなんかやっぱり上質な車になってるなっていうところがあるんですけれども、まあそういう道路ばかりじゃないんで当然で、荒れたところになるとそのちょっとこうビリビリっとした感じの、そういう意味では荒れたところになるとゴツゴツゴロゴロが出やすいなっていうところはありますね。とはいえ基本的な評価は高いんですよ。本当にこう滑らかな感覚は相変わらず持ってるし、それが全ての路面で実現されてるわけじゃなくて、荒れたところに行った時のやっぱギャップになったりするので、この車はそういう路面に対してやっぱりセンシティブな感じっていうのがどうしてもあるかなっていうところですね。で今第三牽引入るんで、こっからちょっとアクセル入れてってみたいので、音に対して聞いていただければと思います。こんな感じです。もうちょっといい音にしてほしいですよね、これ正直なところ。でジョイント通過した時の衝撃の入り方なんかは確実に以前よりマイルドになってるので、この辺りは減衰調整した効果が出てるというところはありますね。あ、変わったなっていう感じがします。だこの辺りの路面との当たりという意味ではうまくコントロールできてるなっていう感じしますよね。ジョイント通過してますけれども、結構前だったらもっとビシッっていう入力が入ってたんですけれども、それがだいぶ抑えられました。ただそれと引き換えに若干ちょっとこうゆさゆさするような動きが出やすいところがあるかなっていうのも、これ本音ですね、悩ましいですね。これね、でもタイヤじゃないかな、どうだろう、僕はちょっとタイヤ変えてみたいなって思っちゃいますね、これだとね。当たりは柔らかくなってるんですけどね、ちょっとフルフルした感じに、ゆらゆらした感じになりますよね。なんかね、基本的には落ち着いてはいますけれども、もうちょっと落ち着かせたい。まあだからこれはね、改良されましたけれども、まだ途上な感じがしますね。というのも CX3 も一時期静粛性かなんかをちょっといじったことがあって、それで静かになったら今度はディーゼルエンジンの音がめっちゃうるさいみたいな感じになったことがあって、僕はあれって思ったことがあるんですけれども、あの時となんかちょっと似てるっていう気がします。なのでこういろいろ改良してるんですけど、悩ましいまだ途上のところにあるのかなっていう気がしますね。だもうちょっとこれ撮りたいな、フルフル撮りたいな、これもうちょっとピタッとしたいな。でしかもC セグメントなんで、 C セグメントで18インチ履いてる車であればもっといい乗り味を作り込めるはずと僕は信じてます。まあだから端的に言うと、もう少し押さえつけたい、押さえつけた上で足がもっとよく動いてほしい、タイヤがもっと綺麗に転がってほしいという部分はあるかなというところですね。なんかでもこの
改良で今この車2リッターに乗ると悩みがすごい出てる感じっていうのが伝わってくる、そんなセットなのかなっていうとこですよね。ではね、曲がるの部分に関してはすごい相変わらずいいですし、ステアリングのフィールもグッドだし、そういう意味では悪くないと思います。主にやっぱり快適性とかそっち系の部分ですね。これはまだまだ改良していく余地があるかなっていう。それと今回朗報なのは ADAS 運転支援系ですけれども、このレーンのキープを行ってくれる機能ですけれども、今までは55キロまでしかサポートしてくれなかったんですよ。でも縛りが取れたので、今までは渋滞時はサポートするけど、それ以外の速度域は皆さん自分でハンドルを握って運転してくださいっていうのがマツダのなんか走りに対する考えだったんですけれども、いやいやいや、それはちょっとせっかく機能あるんだったら全ての領域で入れられるようにしてよっていう、運転支援をね人間がお願いしてするんだからそこは支援してよっていうことは思ってたんですけれども、今回その55キロ縛りがなくなって、さらに高い速度域でもちゃんとレーンをキープしてくれて、それをある程度の R まではハンドルの操作もサポートしてくれるので、これは非常に楽になりましたね。それと昨日帰り道でアダプティブクルーズコントロールの機器も試したんですけれども、それも結構良くなりました。前はなんか停止とかでカックンにすごいなったりとか、そういう部分があったんですけれども、それも結構取れてて、もうねすごいアクチュエーターが頑張ってる音がすごいしてきたんですけれども、そのあたりは改良入ってるなっていう感じしました。ただ前走車の発進に対して加速していく感じっていうのはまだまだなんかこうちょっと一呼吸遅れるなっていう感じはどうしてもありますね。そこは本音ですね。あ、やっぱここだ。このほら路面がいいところとかもうすっごい気持ちいい車になっちゃいますもん。このギャップなんだな、やっぱり乗る場所によってもだいぶ違ってくるし、でもまあやっぱりどの路面走ってもいいって思われる車じゃないと当然いけないので、そういう意味ではもっとタフネスを上げていかなきゃいけないっていうことだと思うんですよね。でこの感じだとまだまだ車は全然良くなると思うので、そこはもう1段2段ぐらいなんかこう上げてほしいなっていう感じしますね。はい、というわけで結論としては、まあ、気になるところがいくつかやっぱりあるということですね。で改良されて良くなった部分もありますが、それが故に今度は気になりだすところも出てきているという感じなのは間違いないところです。まだスカイアクティブ X、 そして 1.8 の D、 これの試乗会この先行われますので、それ乗った印象含めてお届けしたいと思いますので、結論としては、まあ、この車に関して言うと、まあ、もうちょっといろいろ手を入れたいところはあるなっていうところはあります。というわけで最後までご覧いただきどうもありがとうございます。チャンネル登録いただければあなたの次の愛車が見つかるかもしれません。そしてラブカーズ TV では取り上げてほしい車企画ございましたらコメント欄にリクエストいただければと思います。それではまた別の車でお会いしましょう。ラブカーズ TV 川口学でした。